上野橋は岩手県森岡市にある長さ57メートル幅12メートルの橋である。上野橋は南部市によって仮設された木造土橋であり、欧州道中の延長であるところの正木街道に架かる重要な橋である。青森の三戸に本拠を置いていた南部市が当時小塚田と呼ばれていた現在の森岡本拠地を移すことになり、2年後には藩主、南部の武ナが京を移した。 森岡は北上川、雫石川、中津川が合流する川に囲まれた要害の地であるが、それゆえに町づくりにはそれらの川への架橋が必須であった。森岡城下の整備に一応の見通しが立った、慶長十四年から中津川の架橋が始まり、同年上の橋が架けられた。上の橋には総建寺に義母氏が付けられ、京まで大切に受け継がれている。 上野橋の不審を担当したのは、大奉行の七子早と正直時、不審奉行の野田や江門、弓鉄砲道神道の目時様の助らで、そして大工として、美少長虎の名が伝えられている。これまでも利岡は度重なる洪水に見舞われ橋も幾度となく流出し、その度に架け替えられ、現在の上野橋は昭和十年に架けられたものであり、降乱は、 同四十七年に取り替えられたものである。青森県の三戸に本拠を置いていた南部市が、現在の森岡に本拠を移すことになったが、森岡の地は、北上川に雫石川と中津川が合流し、川に囲まれた要害の地であり、町づくりにはそれらの川への架け橋が必須の条件であった。森岡城下の整備に一応の目処がついた、慶長十四年から中津川への架け橋が始められ、 上の橋が架けられた。上の橋の不審を担当したのは、大奉行の七子早と正直時、不審奉行の野田やえ門、弓鉄砲堂神道の目時様の助らで、そして大工として、美少長虎の名前が伝えられている。これまで森岡は度重なる洪水による被害を被って、きた。江戸時代、森岡は平均して6年に1回大洪水に、見舞われ、上の橋もしばしば流出した。 天保三年には橋が流され、慶安二年には損傷を受けた。関文二年にも流出、関文十年の洪水でも流出し、関文年中の洪水では義母子も流された。明治に入っても幾度となく洪水に見舞われ、明治六年、八年、そして四十三年の洪水によって流出した。現在の橋は昭和十年に架けられ、 公欄にはヒの木材が使われた。そして、昭和47年に取り替えられた時には、県内産のヒバ材が使われ、維持管理上から濃いセピア色のペンキが塗られた。しかし、景観上そぐわないとして市民からの苦情が相次いだため、塗ったばかりのペンキを剥がし、透明な塗料に変えて、木肌が見えるようにしたという。上の橋には、創設時にギボシが付けられ、これらが今日まで、 大切に受け継がれている。上の橋の義母子は、南部市の居城のあった三古城下の熊原、川黄金郷の義母子を居直したものとされ、元の義母子は、京都、鴨川の橋の義母子を移したものという言い伝えがある。現在の上の橋の高欄部には18基の義母子が付けられているが、そのうちの8基には、慶長14期有10月吉日中津川上野、 橋し阿んと品なという名が入れられており、他の十基には、慶長十六新概念八月喫日中津川中の、橋し阿んと品なの記念名がある。洪水などによって失われた義母子は、その都度補充されたが、記念名は当初の通りにされたため、どの義母子がいつ鋳造されたものかわかりにくい。昭和45年に行われた、詳しい調査の結果、 現在の上の橋の木星のうち、慶長14年当初のものは5期のみで、慶長16年当初のものは9期残されているとされ、他のものは、漢文10年の洪水以降に補充されたもの、京方9年の洪水以降に鋳造されたものと推定されている。ありがとうございます。